金沢を旅しています。今朝も12度ということで意外と涼しいですが、今日はですね、そこに虫がいる。今日はいつも行ったことがない駅の反対側に来てるってあります。金沢駅はこっち側から見るとこう見えるんだな、知らなかったよ。というか石川県立音楽堂がここにあるんですね。金沢駅というか、だから本当駅近、全然知らなかったからね。旅なんてこういうことがあって、何度待ちてると思ってる街でもね、知らない表情があるわけですよ。そこはもうすぐ新幹線の金沢駅なんですけど、旅なんはこういうね、新しい発見があるんだよな。おお、金沢マラソンがあるのか、すごい。 42.1km、 しかも金沢マラソン KM だ。金沢マラソン KM KM、 俺のことは KM もいい。おお、なるほど、これは暑い。おお、金沢区、金沢区、おお、金沢市芸術村、初めて来たわ。金沢市民芸術村、おお、すごい、初めて来ましたよ。なんか、いや、金沢にこういうところがあったのか、全然知らなかったけど、いや、綺麗なところだね。おお、いいところですよ、素晴らしい。おお、なんかこういうね、とにかく旅なんで着いたなって感じがする。着いたっていうか、あ、ここに来るために走ってたのかみたいな、そういう感じがするわけですよ。実際にはここまでの通り全てが素晴らしいんだけど、こういうランドマークというか、そういうところに来ると、あ、これ何だったんだろう、もともとピットフォン、なんかの工場跡、倉庫跡、それを生かしてこういう形で、お、すごいすごい、シアターになってる、すごい、ミュージック工房って感じ。ここでじゃあいろいろコンサート開いたりセッション開いたりできるってことやね。へえ、駅からもそんな遠くないし、知らなかった。これは、いや、金沢にこんなとこがあったなんて。金沢市民芸術村、大和町広場、あ、金沢職人大学校、へえ、知らなかったよ。びっくりした。いろんな、なんか催し物やってるの知らなかった。へえ、まあ、あとネットで見ればわかるんだろうけど、これ明らかになんかね、レンガ作りの工事場だと思うのかな。そうやって生かしてるってのは素晴らしいことだよね。これはグレートだと思いますよ。でもなんかその明らかに工場の跡で、それがこうやってなんか生かされてるでしょうね。いや、こういうのはいいよね。あ、大和宝石金沢工場跡なんだ。へえ、そうかそうか、80年間続いたんだね。そしてこの金沢市民芸術村になったってことは、これはいいね。これは全然知らなかったよ。俺金沢20回30回来てんのにさ、知らなかったよ。これはびっくりしたね。で、ここが金沢職人大学校。ほう、ほら、素晴らしくないですか。旅ランの途中でこんな素晴らしいものを出会えるなんて幸せですよ。旅ラン全体の動画はいつ上げられるか分かんない。ちょっとこのとこ忙しすぎて、もう2つか3つ溜まってんだよね。旅ランの動画がいつ上げられるか分かんないんですが、ここだけはちょっと別に先行で公開しとこうかな。 YouTube、 Twitter で。これは素晴らしいわね。そしてこういうなんか緑地もあるし、よいしょ、うわ、広い緑地がある。ゲートボールかなんかやってる。よいしょ。
フォーミングスクエアって書いてある。これはいいわ。別に素晴らしくないですか。あ、こんな標的違う。いや、実に素晴らしい。今2キロですね、ちょうど。ここだから、こんな広い緑地もあるんですよ。一部は建物を残して、あとこんなでかい敷地あったってことで、ね、宝石工場が、当時の日本の繊維工業の流星ぶりを思い起こさせますが、でここにも建物があって、これは、パフォーミングスクエア。だからね、いやいやいや、これは、実に素晴らしいんじゃないでしょうか。金沢にはまだまだ、魅力がありますね。素晴らしいと思いますよ、これは本当に。あ、でも今日はね、もうそろそろ駅の方に戻らないと、新幹線に乗っていけないからね。駅近くのくねくね、うねむね曲がった道を走ってますが、こういうのが旅ランの醍醐味でね。まあ、その神社も、やぶやしろもある。こういうのは大阪だから、ずっと昔から、街並みだと思うし、この神社を抜けさせていただいて、あっち側に行けるみたいで、素晴らしい。素晴らしく、大きな神社がありました。金沢は至るところにこういう小さな川が、これね、武家屋敷の方にも続いてるんだけど、これが町の標準を作ってるよね。ここはよくなんか車とかでも通る、六巻とか、ここはよく知ってる。ということで、金沢の町を約 3.5 キロ走ったことないのかな。いやー、びっくりしたね、金沢市民芸術村。ああいうところがあるって知らなくて、駅からしかも近くて、いやだから旅ランはね、本当にもうなんていうか油断しちゃいけない。何回して何回も何回もしてるところでも知らないことがある。だからそれが旅ランのいいとこだな、本当に素敵だよね。ということで、金沢の旅ラン、これいつ上げられるか分かりませんがとりあえず撮っておきます。もうたくさん溜まってるんだよね、旅ランがね。本当に忙しすぎるよ、ね。でもちょっとゆっくり旅ができて、ちょっとだけね、ゆっくり旅ができてよかったな。